오렌. 少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールをするのも見るのも大好きな皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんをお迎えしています。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは。よろしくお願いします。アンダー23インターナショナルカップ決勝戦をお送りいたします。カメルーン対スペイン、これが本日の対戦カードです。緑色のユニフォームがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはカメルーン、ヒロン、ゴノル、オレンド、ヌジタック、エムドニ、ビコラ、シノ、ハルバ、ムソング、レゼ、ムドジャワ。続いてスペイン、アランサバル、パウデオラ、マルキナ、ナコルス、プロム、シャビ、イウナエル、ラウル、ファミオラ、ルカ、オレナリ。試合開始の笛です。画面に向かって右にエンドを取ったスペイン、反対側左にエンドを取ったカメルーン。ファミオドリブル、中へ上げるジャンプ、ムジタック、これなり。さあどちらがボールを支配するのか。ラウ、アンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。圧倒的な跳躍力を生かしたヘディング、これはちょっと危険なプレーでした。ナコルス、シュート、これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。いいパスが出た。前半15分、シノ、ゴノ、ヘッドでパスを送る、ムジタック、
これはファールです。キーパーの指示が伝わっていないようです。狙いすぎたようです。ドリブルで上がる、これなる、シュート、ルカ、シュート、これはゴールキック、あ、失敗、ガックシト、ほほ、外へ出す。気をつけなければいけません。俺なり神よ、中に絞ってきた、フロム、流れを止めた、パウデオン、ムソン、シノ、ヒロ、シュート、アランソバ、主審ファールを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。ムドザワ、コノル、ハルガ、危険なタックル、シャリ、これなり、これは惜しい。ボノ、オレナリ、ここでグエです。前半終了。前半戦が終わった。後半戦開始の笛です。キラーパスになるのか。アウデー、これはコーナーキック、アランソバ、ヘッドでパスを送る、シノ、
ここでスライディング。つながればチャンス。さあここからどう攻める。ポスト。郵便です。エムドニ。さあここからどう攻める。シュート。ポストに当たった。オレンデ。これはゴールキック。届かない。ヘッドでつなぐ。いいパスが出た。ボールが宙をさまよう。スペースを使う。センタリング。これはコーナーキック。マイナス方向へのパス。さあここからどう攻める。オレン。ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。これはファールです。フロム。カミオ。上げてきた。これはゴールキック。大きくそれました。ニコラ。まるでボールを持った仮面舞踏会。華麗なドリブル。マルキナ、オレナリ。マミオ。おっと奪った。カウデオ。ムジタック。戻してできない。スローインです。折り返す。
よくしのいだ。いきなり始まるドリブル。これはちょっと危険なプレーでした。イエロー覚悟のプレーでしょうか。これは相当激しく痛んでいるようですよ。周りの選手を入れるしかありませんね。ここで選手交代です。ドナート、ヘッドパス、マークにつきます。ムジタック、ナコルス、ファーサイドに上げた。危ない、スローインです。ユナイル、オレナリ、シュート、ここで笛です。延長戦に突入します。延長戦の前半、キックオフです。ドノル、ルカ、ナイスファイト、コーナーキックです。さあチャンス到来。これが勝利を呼び込む一撃だ。突然襲ってきた悲劇、イレブンは放心状態です。カメルーン敗れました。天を仰いでいます。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。そうですね、非常に見応え